コーガ銀行カードロン、アニアセシジュミダイ。皆さん、今回の動画では BTS のグクさんの話なんですけど、グクさんが昨日カタールで素敵なパフォーマンスをやってから韓国に帰ってきたんじゃないですか。そして空港にはたくさんのアミの方々が待ってましたね。それでそのアミの方々を見たグクさんの反応がこういう反応でしたね。こんなたくさん待ってくれましたかっていう反応を見せてから、また90度で挨拶して、そしてカタールでもらった韓国代表のユニフォームをこうやって自慢したりとか、また車に乗る前にこういう可愛いポーズもしてくれましたね。そして何回も90度で挨拶してくれましたね。しかも車に乗ってからもこうやって窓を開けてまた挨拶をしてくれたんですよ。でもまた驚いたのが、この反対側にあるアーミの方々にも挨拶をしてくれたらしいですよね。だからこの反対側にあるアーミの方々が本当に驚いて喜びましたね。それで本当にグクさんはもう本当に疲れてるはずなのに、それなのにもかかわらずこうやって自分のことを待ってくださったアーミの方々や記者さんに神対応してくれるグクさんを見て、さすがだなって思いましたね。はい、皆さん、とにかく私が用意した動画はここまでですけど、これからも BTS に関しての動画たくさんアップロードする予定ですので、ぜひチャンネル登録してまた遊びに来てください。ってことで。